今日は6月3日ですね。じゃあとりあえず押し入れからやっていきましょうか。で一旦あ材が足りないか。押し入れに関してはこれもう材を節約、材と手間を節約するんで、まあ素どこにしますね。まあこれぐらいあればまあいいんじゃねえのっていう感じです。大体これくらいの間隔で、まあ、下に行く感じなんで、まあ、ちょっとこの発泡スチロール切ってやるって感じですね。はい、ちょっとやっていきます。はい、どうも、イズロブです。ですね、まあ、だいぶ飽きましたね。で、あとは、今回の動画が6月2日になります。まあ、まだ、2ヶ月溜まってますね。むしろ、溜めましたね。まあ、順調に消化をしていないんですが、まあ、動画上げてきます。で、これはですね、今のおこもりベッドを作ってる時のものになりますね。はい。まあ、この新しい材もね、ここに使いたいからそれなりに、もっと廃材を使おうと思ったところで、ここの枠材の厚さに対してこの細かいやつをこう2つに重ねた場合、厚さがこうバッチリなわけで、これの2枚重ねでいきましょうか。そうそう、あの材を節約するのに、これでいこう。そうですね、この策略っていうのは失敗してますね。まあ他にこの野口材とこの平材を使わなきゃいけないところがまあ出ちゃったんで、結局のところはここはコンパネじゃなくて、あ、OSB 版ですね。 OSB 版買ってきてそれを打ち付けて、増し張りしている、そういう形になってます。で、今ではこれもおこもりになってますね。まあ、おこもりといっても、あのイメージはカプセルホテルだったわけですよ。でもまあ、もともとあったあの押し入れのこの、なんでしょうね、材を使った都合上、まあ、やっぱりちょっとセミダブルほどスペースがやっぱ取れなくて、まあ、若干寝相の悪い人には窮屈かなぐらいの仕上がりになっちゃってますね。でもまあそれはそれでもいいっす。まあ別にね、初めて自分で買った物件だし、初めてね、不動産業じゃないけれども、まあシェアハウスやるとか思い立ってここまで完走することできました。やっぱり3年の月日がかかったので、まあこれはこれでまあ自分も満足してますね。ここまで苦労したことがなかったっすよ、マジで。まあ、誰かのためにっていうことを初めて思って、そのために、やってること。それが、まあ、今回と僕の今までで違うところなんで、だから、まあ、張りがあるのかなとか、勝手に思ってますね。まあ、もっともっとうまくやろうとは思っても、まあ、どうせ一番、なんだろう、全く初めての、リフォームなんで、まあまあこれが関の山だし、なかなかやってる部類って僕個人的には思ってますね。手順を失敗しまして、本来この素床のところにあれを敷くつもりだったわけよ。素床の前にビニールシートね、あれで断熱材を覆ってから、まあ素床のやるつもりでいたんだけども、すっかりそれ忘れてまして、まあ素床の上に剥がして使わなかったベニヤをそこから敷いて、これでここは仕上げです。まあこれはですね、まあさ手順間違えたっていうのは、まあ本来やりやすいところからやっちゃってるんですけど、まあ手順というかその全体を考えた上で工程をちゃんと割り振って、終わりから、ケツから考えたとしたら、これちょっと手順間違ってましたね。もうとにかく目の前に目についたところを、とにかく直して直して直して、理想通り、今思ってる理想に近しいようにやるっていう、まあ、全体像としてはぼんやりふんわりあるけれども、まあ、それの段階と工程をちゃんと意識した方が良かったですね。
といい。あー、分かりづらいか。まあ、とりあえずこれ墨を打ちました。あの直線俺絶対線引くの曲がるし、まあ、これでやっていきますわ。はい、まあ、あそこの物を入れる、なんだろう、押し入れとは言わないけど、なんて言うんだろうね。まあ、あそこのベニヤを見たときに、全部すげえシワシワだったり、塩塩なんですよ。だからこれもしかしたら、外のトタンから雨水でも入ってんのかななんて思ったんですけど、そういうわけでもなく、要は、地面から上がってくる湿気でしたね。はい。はい、じゃあこれ合わせ切りが終わったんで、まあ、あっちピタッとつけてみますか。廃材またもらってこようかなとは思うけどね。まああとはそうだな、まあ一応これコンクリートの型枠の廃材だから、この防水用のやつなんだけど、まあ、一応この面があの壁側の湿度に向くようにつけていきたいと思います。はい、でまあ一応、まあ、ぴったりですね。まあこういうところに入こういう作業に差し掛かってきて、今はもう結構あの大雑把で良かったんですよ。今までってあの床直すとか、あとは値段を打つとか、あれはあれでアバウトさっていうものを許容されたけれども、まあ、徐々にその切り方の粗さとか、まあアバウトさっていうものが許容されないような作業になってきちゃったので、そこら辺で結構苦労してますね。やっぱり寸法を合わせるっていうのは重要ですし、であとはあの丸ノコの刃って 先っちょが開いてるんで、線を引いてその芯で切るのか線を残して切るのかとかで、やっぱり1ミリ2ミリは違ってきちゃうから、そういうところ難しいなって思ってきましたね。でまあ、これ必殺の、まあ、100均のアルミシートですね。断熱プラスあの抗菌というか、まあ、清潔感を出すにはこの100均のあのなんだっけな、食器棚用のあの何メートルだっけ、3メートルだか5メートルぐらいあるやつあるじゃないですか、30センチの幅で、あれがなかなかいいサイズだったんで、それを丸々使ってますね。の補強終わったから、じゃあ今回はフローリング、まあ、これで今日は終わりにしようかなっていう感じで、はい、じゃあどうするかっつったら、図工ですね、スタイロフォームの上からここは石膏ボードかなとは思ってはいたんですが、石膏ボードを打つとまたね枠の材料もねから、だから多分2-3センチ浮いちゃうんですよね。だからそうすると圧迫感がちょっと出ちゃうから、それはやめて、もうスタイロフォームの上に直に漆喰塗ります。もうそれしかねえもん。めんどくさいから、そういうことそういう武功 DIY です。作業が結構あっち行ったりこっち行ったりしてるんですよね。で、まあ、統一感のない作業工程っていうのが一番ダメなんですけど、とにかくスペースがないんですよ。で入れた、資材は持ってきた順で、まあ、ぶち込んでいるんで、やっぱりその一番手前に出てきた材を消費していかなくちゃいけないんで、その作業工程順に物を入れられればいいんですけど、それができなくてスペースがないんですよね。自分の部屋を潰したのもなんだし、あと廊下狭いんで、まあどうしてもそんな感じですね。とにかく買ってきた資材は詰め込んで、じゃあ今度は詰め込んだ資材はとにかく消費して、いや、その詰め込んだ資材に関しては手に消費してスペースが空いたらそこに材を持ってきてとか、でその手に取った材がまあどこでどういうふうに使うのかとか、そういうふうに
財を消費するのに手当たり次第に財を取り、手当たり次第手に取った財はどこでどうするっていうふうにまあやってたんで、工程ごとにあの財を置けなかったっていうのは痛いですね。だからまあこっちで財がなくなるまでここをやって、じゃあ次の財はあっちでその財がなくなるまでやって、スペースできたらじゃあ あそことあそこのやりかけの財を買ってきてそこに入れるみたいな、本当に一つ一つ潰していけばよかったんですけど、それができませんでしたね。で、一つ一つ潰していかなきゃいけないなっていうのはこれ教訓ですね。まあもう大体まあ僕のブログの目標にもあるんですけど、まあ3件は出さないとまあちょっときついんですよ。この物件でまあ大体6万かな？ん？ 3、2が6の9万か、まあ10万円ぐらい入ってきて、それが3件あったら、まあ30万でしょ？まあそれでちょっといい生活できるかなって感じです。まあこれがまあそんな感じなので、まあ最初の一歩だからしゃあないですね。まあスタイルフォーム自体その気泡なんかね、空気を蓄える泡だって断熱するためのまあそういう穴がいっぱいあるから、どうしてもその気泡で穴が開いてきちゃうから厚塗りをしていかなくちゃいけないんだけど、まあまあもう一回上から重ね塗りしてそこからでいいと思います。でもまあ悪くはないんで、まあこのまま発泡スチロールを塗ることも試してみます。まあ、発泡スチロールにも塗れるから、まあ悪くないね。まあどうせ白い下地だからそんなに厚く塗んなくてもいいし、青いスタイルほども。まあいい感じだわ。はい、まあ今回はですね、リビング、まあ今ですね、今と、2段ベッドですね、8畳の一番広いの部屋ですね、そこの、ここも空間の途中まででした。まあこれきついっすね。まあこの時はまだ6月でしたけど、下はまあこの後どんどん出てきましたね。はい、まあ、今プレオープンしたので、ツイッターからどんどん内覧の連絡とか待ってます。